ああ、ぐったり疲れとんか。じゃあ休ませていくか。はい、UFO 高校です。皆さんどうも。今日は、夏の甲子園大会、準々決勝、行ってみましょう。どうしようか。ぐったり疲れてるから、サクッと行きたいっすけどね。あ、ダメか。ちょっと、あ、600勝なんだ。すごい。ありがとう。青森だ、初めてだね。お願いします。甲子園大会準々決勝第3試合の模様をお届けいたします。一塁側愛媛代表名門高校チーム、三塁側青森代表強豪青森、すでに三塁側一塁側カラフルな応援団を陣取っています。先発では2アウトランナーなしという場面でリオカタパルト鎌倉マウンド上は2位さあおぉあ、転生はいないかな今回は。うわぁ、ダリーあ、そうか、後世か。ジャイアンツの坂本は転生プロでしたね、そういえば。いやぁ、またやばいとこ。来ましたね。田口がちょっと心配だなっていう。はいはいはい。第3球を投げました。ああ差し込まれた。取ってヤード、スリーアウトチェンジ。リー無難な立ち上がりです。まあ嫌な予感しかしないけどな、こういう時に限って勢いが止まってたり。うわー。0対0で迎える4回エラーで出たランナーか。いやーノーヒットだよ未だに。ちょっと球数も3回戦までと比べると少ない。できればもう鎌倉だけでうわあ高校チーム先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面、バッターは3年生リオカタパルト真田、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げました。低め、あ、オッケーオッケー。そうだね、ちょっとね少ないね。投球は3球目インコース引っ張った。あ、まあまあ最低限最低限。住友自分でベースを踏んでアウト。高校チームなおもチャンスが続いています。いやー意思で決めたいね。どうしようかな。スクイズ行くしかーい。ナイスバット。こういうことなんですよ。こういうことなんですよ。ツーアウトランナー二塁という場面でバッターは2年生田口。あーもう自分のバットで、ね、1点もぎ取ってほしいけどね。しかもノーヒットで1点取るっていうね。あー住友一塁ベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして1対0高校チームここで先制です。高校チーム同点のピンチです。ノーアウトランナー二塁という場面でバッターは3年生久保田。この後に控えているのは堀井、マウンド上ピッチャーは田口。さあじゃあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。これで多分ね。第9投げた初球空振り。第2球投げた。よっしゃ、オッケー。これで追い込みました。行こう行こう。ゴーゴーゴー。第3球を投げた。打ちました。アウトコース。スタンドに入りました。しかしたら引っ張り狙っとるかもしれんけど、インコースはちょっと。今のはちょっと変えたかもね。オッケーオッケー。うわー。狙われたね。カーブ狙われたね。いいバッティングを見せました。高校チームなおもピンチが続きます。もうゲッツーでいい。あー、ここはゲッツー体制を取ります。ゲッツーでいい。もう同点はしゃあない。第2球投げました。ストライク。ちょっと球速上がった。田口投球はこれから3球目。そこのボールだけ。あー、オッケー。ああ。高校チーム追いつかれました。1対1。しょうがないよね。でも点取られてると負けるからね。ツーアウトランナー二塁という場面でバッターは1年生住友、今日はショートゴロとサードライナー。さあ次の投球投手
投球はこれから3球目。おいしゃい。はいはい。第4球は打った。振り返って2塁。どう日傘いけそう。3球目打ちました。あ、やばい。おお。ねえ、なんかここぞと時にナイスバッティングです。ここチームなおもピンチが続きます。第9投げました。初球空振り。こもげない。やべえ、ねぶた打線がめちゃめちゃ襲ってくるね。もう要所要所で締めていくしかない。第3球を投げました。1球外して、もう OK は OK。 ほんとはね、よし、詰まらした。 OK は OK。 6回の表が終わって1対1、田口とうとう打たれてしまいました。いやでも打線の援護がないは悲しいね。同点で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で、バッターは3年生リオのカタタルト鎌倉。今日はファウルフライと三振。第9投げた、外れた。そうね、もう無理に振らないことかな今。大事なの第2球投げた、直球ストライク、アウトコースへ。やけん、まあこのイニングだけで80球に達すること、目標は。第4球を投げた。同点で迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、バッターは3年生リオ。いや走りてえんだよなマジで。走りてえけどいいばっかりだから、もう本当にみんな打てねえの打てねえの。ガーショートから一塁線、田口を変えるべきなのかってところ。ランナー3人を置いて迎えるバッターは田口。第9投げました。もう田口はもうちょっと球見てほしいかなって。二塁牽制、田口はセーフ。二塁はセーフ。もう一回ここで二塁へ牽制球を送ります。投球これから2球目。おい、へい、まあ、今の引っ張ってね、一塁からカーって割ったらね、面白いんだけど。投げました。ストライク。バッター追い込まれました。どうする？どうする？どうする？投球これから4球目。ああ、インコース。ボール球に手が出てしまいました。高校チーム得点圏にランナーを送りましたが、勝ち越しはなりません。そうね。同点で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、バッターは3年生久保田。今日はここまで3打数1安打。ちょっと田口がね、100球超えてっからね、もうここが勝負どこだからね。第2球投げました、打ちました。ああ、ゲッツはちょっと厳しいか。頭から滑り込む気迫を見せましたが、ここは及びません。ちょっとね、第9投げました、インコース低め。だからどこぞのところで藤本にスイッチできれば打ち上げた。逆風だから多分浅い。取りました。ボールは中継。完璧送球。高校チームなおもピンチが続きます。ピンチが続く場面で迎えるバッター、緊迫した場面が続きます。任そう、悩むな。ここはいやー、これは監督の判断だからしょうがねえな。そうなんだよ、魔物がいねえんだよ、魔物が。第2球きついよな。投げた、落ちる。あー、このランナー2名ストップ。鎌倉いいバッティングを見せました。初安打。日傘も当たってないんか。さあ、黄色い声援を背中に受けて、どんなバッティングを見せるのか。第9投げた、打ちました。第2球投げた。もうやっぱ1点は返しとかんと。ここは第3球を投げました。タイミング早いよ日傘。行こうよ行こうよ。第4球を投げました。低め、外れても、これね、当たりが大きいんだけどね。第5球、投げました。打ちました。伸びた、伸びて。うわ、ギリギリ。
オッケーオッケー。嫌なんだよ逆風が。ああ。やだやだ。引っかかった。今日初めてのヒットになりました。さあお祭り男の本領発揮することができるのか。まずは二塁牽制。二塁タッチはセーフ。もう一度二塁牽制。はい。投げました。初球は外れたろう。二塁一球。次二球。投げました。厳しいか。あ、はい。うわあ、今の危ねえ、今の危ねえ。次は5球目、投げた。うわあ、もうここは走るしかないからね、自動的に。キャッチャー、取ってこれで3アウトチェンジ。8回までが終了しまして、3対2、高校チーム、あと1点を追いかけます。うわ、田口9回まで投げちゃった。1点も追いかけます。高校チーム、攻撃に入ります。先頭バッターは石倉。ここで塁に出ると打球が上位に回ってまいります。どうしよっかな。そうなんだよね。安藤行こっか。安藤行こう。代打は安藤。ちょっとここで、そうっすね。さあ、持ち前の手の伸びを発揮するのか。第9球。行こう、安藤。見送ってストライク。いやー、しびれるゲーム。そうね。第3球。うわー、しかも。3球目。どうしよっかな。ピッチャー返しで綺麗に抜けりゃいいけどね。あー、引っ掛けた。おー、ラッキー。で、ダイソー佐賀の。高校チーム、代走を送ります。佐賀一塁に入りました。さあ、黄色い線を背中に向けてどんなバッティングを見せるのか。まずは一塁牽制、一塁覚醒。まあ、投げた、落ちました。あー、ボテボテ。取った、一塁速球、飛び出し、気迫を見せましたが、ここは帰ってきたね、ここで。左の池、最終回1点差。しかも田口やけん、今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。三好行こっか。バッターはない三好、怖いバッターが続きます。三好行こう。さあ、持ち前のファイトが全面に出てきました。はいはい。投げた、ストライク。まずはね、外野に飛ばそう。フライはダメだけど。投げました。ああ、これも空振りか。第3球を投げました。よくてボール。三振はダメだぞ、絶対ダメだぞ三好。投げました。外野の直球はボール。投げました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。機械のごとき戦術を発揮することができるか。第9球、投げました。どうだ、行くか、どうだ、どうだ、ファイター、さよなら。これはすごい。ありがとうございました。いやー、これはね、俺史上最高のゲームっすよ。最後決めたね。ちょっとね、ピッチャー陣最後まで投げなかったのが残念なところだけど。いや、田口一人で最後9回まで投げないじゃん、結局。ですよね。恐ろしいわ、彼。すげえわ。うん。化け物だわ。俺を信じろって。まさにそのことだよな。そういうことじゃない？ということで、準々決勝、なんとサヨナラ勝ち。この調子で準決勝も行きましょう。今日の動画は以上です。ありがとうございました。